皆さんこんにちは、シューチャンネルです。撮影日が8月16日ということで、本日は自宅で撮影しています。今日は新たな N ゲージの商品が届いたので、今回は開封する動画です。ちなみにヤフオクのオークションで落札で手に入りました。それでは早速開封していきましょう。今回買った商品は京浜東北線の 209系500 番台です。裏に指車もついてきています。これは良いですね。今回この商品のオークションに参加したのは理由がありまして、全体的に条件がいいからです。その条件は3つあり、1つ目は予備車があることです。2つ目以降は後ほど言います。さて、最初は予備車を開封していきます。出すのに苦戦してます。思ったより厳重でした。ようやく出せました。こちらは予備車の8号車になります。トミックスのケースに入ってますが、加藤製の車両です。ケースには京葉線って書いてありますね。続いては翼両ケースの方を開けていきます。方向幕が入っていました。上から京浜東北線、快速大宮、快速大船、大宮、南浦和、蒲田、桜木町、磯子、大船です。こんな感じです。ここで2つ目の条件が、全車両に号車番号が貼ってあります。前面はこのような感じです。そして動力車は8号車にありました。パンタグラフがあります。シングルアーム式です。では最後に4両ケースの方を見ていきます。このような感じです。こちらには4号車から1号車までが入っていました。さて、一通り見ていきましたが、まだ3つ目の条件を言ってませんね。1つ目が予備車がある、2つ目が加工してある、3つ目はこの10両全車室内灯付きです。正直室内灯付きは本当にありがたいです。これで本日の動画は以上となります。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。千葉都市モノレール1編成を貸し切ってみました。